私が作っていくこの防水カバーは防滴ではなくて水の中でも給電ができるほど防水性能がありますので、よかったら最後までご視聴ください。今回この11を購入したので、11のために防水給電カバーを作っていきます。11に関しては9、10、11とカバーが一緒になったので、前回の作り方では8のみに対応してたんですが、今回は9、10、11に対応した防水給電カバーを作っていきます。まずこのジャンクで手に入れたこのバッテリー、GoPro 純正の9、10、11に対応するバッテリー、これは全部互換性がありますので、おそらく社外品でもですね、ここの部分は一緒なので社外品でもいいです。バッテリーを手に入れてください。これはジャンクで1円でした。はい、ではまず最初にバッテリーの分解から始めます。これちょっと剥がれちゃってるものだったんですが、これね、多分膨張してもう本体に入らないっていう、ものを買いました。あんまりいい状態ではないです。はっきり言って発火したりね、最悪火が出たりめちゃくちゃ熱くなったりするんで、バッテリーとしてはもう放電させてね、無力化する必要があるんですけども、でこれを剥いていきます。これね、勝手に外れてたんで、外し方っていうのはちょっと分かんないんですけど、多分ね貼り付いてただけっぽいですね。で次にこっちのね皮みたいなのを剥いていきます。なんかこの部分がめくれたんで剥がしてよかったです。次はこの皮膜、金属のシール一周巻いてあるんで、これも剥いちゃいましょうか。なんかこう守ってる硬いものの中にバッテリーのセルが入ってるような感じっぽいですね、どうやら。あとはね、これ多分引っこ抜けると思うんですけど、ちょっと引っこ抜いてみますね。ちょっとね、一回カッターナイフ少しだけ刃を出して前のこの結合部の部分をちょっと切ってみます。おお、この部分が先に割れてしまいましたね。ちょっとね動かないんで引っ張ってみることにします。引っ張ったらね取れました。こっち向きにバキッてやったらここが浮きましたね。でここに中にプラスとマイナスが見えるので、このまま引き剥がしちゃいます。ちぎれました。もうお分かりだと思うんですが、ここにプラスとマイナス2極しかないんで、どっちかがプラスどっちかがマイナスってことなんですけど、でよく見たらこれが刺さる部分があります。この上半分に黒い部分があるんですが、黒い部分がこの上のこの切り欠きの部分にこう入るようになるわけですね。なんで実際問題ね、この割れちゃった部分いらないですね。なんでこの部分だけこの下側に入れることができれば別にいいので、このままこれを使いたいと思います、今回は。でこの残ったねバッテリーの捨て方なんですが、これは絶対に燃えるゴミに捨てないでください。これね、ゴミ収集車とかに放り込むとゴミ収集車が火事になります。一番いい捨て方としては、もちろんバッテリーの回収ボックスに入れるんですが、塩水につけてください。中の電気は完全に放電して、この中に含まれてるエネルギーっていうのがもうなくなりますんで、この状態で家にずっと置いておくのも良くないですね。ここに置いてあるだけでも仕事に行って誰もいない時間にこいつが勝手に発熱するっていうこともありえます。なんでこれの取り扱いには十分注意してください。では次のステップに進んでいきます。この純正のバッテリーがどの部分にプラスマイナスが来てるかっていうのを測っていきます。でここに書いてあるんですね、プラスマイナスって書いてあるので、まずこれつないでみます。はい、どうでしょう。はい、これで今 4.2V ぐらいを指してますね。これが一番上と一番下ですね。上から2番目につなぐと、これは 4.1V ぐらいですかね。さっきより低いです。次はこのプラスとの1個上につないでみます。これはですね約 0.2V ぐらいかな。次はこの部分に電極が2つあります。これにどっちにプラスマイナスを与えたらいいのかっていうのを判断するために、今置いてあるバッテリーの電極、ここに当ててプラスマイナスは測ります。こっち向き、こっち側がプラスってことが分かりました。書いてあるか、ギリギリ。あとで写真をね貼っときますけど、ここにねプラスマイナス書いてありますね。それの通りだっていうことが分かりました。次のステップは挟まってたこの爪みたいなのがバリバリついてるんで、ニッパーで綺麗に落としておきます。こういうのがね後でねろくなことにならないので綺麗に切れましたね。では次の工程です。ハンダゴテを用意しました。このプラスとマイナスに対して細いコードをつないでいきます。起伏向いていきます。ここねバサバサになると隣の電極にねくっついちゃってもいけないので、赤にプラスをつないでおきましょう。次にこの部分にハンダメッキを行います。このね基板の方にも若干ハンダを持っておこうと思います。こんな感じにちょっとハンダが乗ったような状態になりました。それではコードをつなげていきます。両方にハンダがついてるんで両方を溶かして添えるだけでくっつくはずです。つきました。はい、では次の工程です。実際にバッテリーをつなげて電圧がしっかりきているかっていうのを確認していきます。接続が完了しました。こっちに電気が流れてきているかをチェックします。一番下がプラスでどうでしょう、 4.1V 4V ちょっとみたいな感じですね。はい OK です。これでもうつながりました。いい感じっぽいですね。じゃあちょっと緊張するんですが実際に GoPro11 に差し込んでみます。バッテリー、純正のバッテリーを抜いてこれを入れていきます。でいきますよ。パチッ。はいつきました。 OK ですね。いけましたね。今回もこれであとはね防水のこのカバーに穴を開けてこのコードを通すだけなので、実現可能の予感が見えてきました。はい、ここからはこのリプレイスメントドアの加工に入っていきます。普通の時用と防水給電用というふうにスペアで買った方がいいと思います。でもし何かあった時にすぐにね新品が隣にあった方が気持ち的にもいいのかなと思いますよ。あ、すごいシンプル。もちろんですが一緒ですね。なんで、万が一失敗しても2000円ぐらいで新しいものを買えるんで、思い切って加工していきましょう。はい、今からこのリプレイスメントドアの加工に入るんですが、このねよくある精密ドライバーでまずどこまでバラせるかをチェックしていきます。前回のねヒーロー8の時とおそらくね一緒だと思うんですよ。こっちが爪ですよね。爪をこうやって引っ張れるようになってるんですけど、穴を開ける場所今回も選んでいくんですが、どこがいいかな。構造的に穴を開けて問題なさそうなのは動き的にこの動きをしますので、このネジ穴のこの T 字になってる金属のこの間の部分か、もしくはこの2つのネジの間が狙い目かなと思います。この位置であればこの動く部分に全く干渉しないので、そうですね、その位置がいいかと思います。電極の位置の真上がいいんですけどヒンジ側にしようかなと思います。で多分ヒンジに近い方がこの開閉時のね余分にいるコードの長さが短くて済むと思うんですよ。こっち側だとビヨーンってこんだけ広がるのに対してこっち側ね短い動きしかしないのでヒンジ側の方がいいのかなと思います。じゃあ今回はこのね2つのネジの間の部分に加工していこうと思います。はい、では次は穴開けの作業に入っていきます。このカバーをずらした時にまずねこっち側を優先して開けたいので、こっち側の穴に対して穴の貫通するところにこいつに穴が開くっていう、考えですね。こっち側の位置関係を優先します。こいつはね樹脂なんで簡単に穴開いちゃいましたね。で今開けた穴だけではですね、さすがにまだねコードが通りません。ギリギリね。でね、コードはだいたい横にくっついてて、なんだろう、楕円の穴っていうのが一番いいので、こいつをね、荒技ですけどちょっとこうドリルに角度をつけて楕円の穴に広げていきます。まずは垂直に穴を開けて、広げたい方向に、水平方向にねじるって感じですね。はい、これでね綺麗に通すことができました。内側のパッキンになる方の蓋にも穴を開けていきます。一致する場所に穴を開ける必要があるので、ここでね一旦ネジを3つ戻して、この今最初に開けた方の穴からドリルを入れていきます。ヒーロー8の時そうだったんですが、この中のパッキンがくっついてるここのね鉄板っていうか、なんか金属のプレートでできてるんで意外と硬いんですよね。全然歯が立たないですね。この段階でもう一回ネジを外します。木のねこの敷板にこの鉄板を密着して穴を開けていきます。次は前回もそうだったんですが、やっぱりこの中の鉄板の加工が一番苦戦します。大変でしたが、やっと穴は貫通しましたね。いや、めちゃくちゃ硬いですね。でこっちの穴もしっかりコードが通らないと意味がないので、一回やってみます。こっち側はね、できれば穴をそんなに大きくしたくないんですよね。この板が事実上のパッキンで気密を保ってるのでボンドで埋めるんですけども、できればそんなに大きい穴を開けたくはないです。先ほどと同様にちょっと水平方向にねじって楕円の穴にしておきます。どうですかね、通りますかね。じゃあ来ました。貫通しました。そこまでガバガバでもないし、ある程度締め付けられた状態でこっちにコードが来ている感じです。またねボンドで埋めておけば、しっかり気密は保てそうな感じの穴です。では次の工程に入っていきます。2つ貫通させたプレートを通していきます。ここを落としちゃいます。でこの状態に戻します。内側に来る順番、次このプレートですね、こっちの向きに通していきます。ある程度の長さまで引き込んでいきます。しっかりここにはめ込んだ後にどれぐらいコードが残っててほしいかっていう、個人差だと思うんですが、そこは今大体いいかなと思った長さが、約55ぐらいかな。55とか6とかそんなもんです。でちなみになんですが、この8の方、これも同じ長さですね。55とかあれば開閉にも問題ないぐらいの、いい感じの長さになるかと思います。長すぎる分にはいいんだけど短かったらダメなんで、ある程度余裕があってもいいかとは思います。次ですね、こっちの外の方もドアも通していきます。この2つの途中にもねじれがないように入れていきましょう。でここでもうねボンドで埋めちゃおうと思います。一旦ねこの内側の蓋の内側と外側先にボンドを塗ります。でこれが完全に固まってから、この外の蓋をこっちにくっつけていこうと思います。ではボンドを塗っていきます。今回使うのはプラスチック用 GP クリアですね。こいつはゴムみたいにね最後になるので、ちょっと弾力があって気密を取ったり、パッキン代わりに使うのにも結構おすすめです。瞬間接着剤とかは使わない方がいいですね。あれは白っぽくなっちゃったりするし、修正が効かないんでね、もうなんかパキッと割れるような感じになってしまうんで、動かそうとすると。反対も塗っていきます。こいつはね、なんかどちらかというと後から修正もできるし、でね、あとこう塗る時もちょっとこう塗ってからちょっと前後に動かして多少で、このコードと板の間を埋めてやるような気持ちでこうやってちょっとずらしてやると隙間なくコーキングという感じになると思います。はい、ではね、ここ1時間ぐらい経ったんで、まあね、ある程度外の表面はもう乾いたと思うんで、作業を進めていきます。内側のカバーと外側のカバーの間の部分ですね、こっち側に塗っていきます。ギリギリまでいったところで塗りましょうか。ここはもう表面が乾いてしまっているので、少しだけ表面に温度を追加します。追加したらこのコードを引っ張って内側の蓋のところまで持ってきます。そうすると自然にこっちの蓋の穴を埋めるような感じで温度がギューッときて、でわずかにですね、こっちにも、まあ、漏れ出てくるような感じですね。何往復かこうやって蓋との間を密着させてから締めてしまいます。でネジを締めていきます。でね、この隙間がみっちりボンドで埋まってればもう OK なので、最後に外側にもちょっとボンドを持っておきます。できました。よし、これね、カバーのこの角部分はしっかり動くままコードが貫通することができました。通電のねチェックはもうすでに済んでいますので、まあ、これでねうまいこと締まれば完成になります。ではまた乾燥まで時間を置いておきます。次はですね、このバッテリーから来る太い方のケーブルコードですねと、ここの補足ドアを貫通したコード、これを結合していきます。これなんでこう違うコードをするかっていうと、電圧効果の低い太いケーブルを使った方がバッテリーを長く使える、スタミナが長くなりますので、なぜかうまく取れていませんでしたが、今ここ判断したところを熱収縮チューブで被覆しました。このね激落ちスポンジ、これなんかキューブ型になっててダイソーに売ってました。いるかな。でこんだけ飛び出るんで、ちょっとこう押し込み気味にスポンジが下向きにテンションがかかる状態で蓋ができる感じになりました。はい、では今回の実験ではちょっと深めに水深にチャレンジします。23センチぐらいの深さですね。だいたいこれは23なんで、ね、これね、この23センチの深さに挑戦します。では行ってみよう。電源入りましたね。広角すぎてちょっと散らかってるのが映っちゃってますけど、では行きます。撮影しながら。では再度横からの映像でいきます。録画を開始して投入、海底2万マイル、録画できてますね。まあね、ここからねポコポコ泡が出たらまあちょっとやばいかなって感じしますけど、まあね全然余裕そうな感じですね。完全防水でございます。で一応気になる方のためにこのね蓋の内側がの穴の付近にね水が来てないかとか、ではどうでしょう。見えるかな。はい、まあ漏れてないですね、もちろん。できました。充電しながらの防水、GoPro11 でできました。